こんにちは、東博樹です。この度、言論戦記、知の観客を作るという本を出してしまうことになりました。言論は皆さんも知っているかもしれませんが、僕が10年前に作った会社です。今年で10周年を迎えました。で、その10年間はすごい大変だった。そして間違いだらけでした。そんな間違いだらけの人生を、詰め込んだ本です。僕を知っている人にとっては結構楽しい本になっていると思いますが、それだけではなくてですね、40代っていうのは誰にでも来るわけですが、その40代どうやって生きていくのかなみたいなことを考えている人にとっても、少しは役に立つ本になっているのかなというような気がします。で、哲学の本ではないんですが、けれども僕の哲学とも密接に関係するものになってますし、またなんでその哲学とか批評を志している人間が、会社を作んなきゃいけなくなったのかと。で、そしてその会社を作ってどうしてこんな、苦労をしなければいけなかったのかっていうようなこともなんか分かっていただける本になってるんじゃないかなと思います。僕の今までの本とは全然違った本ですけれども、ある意味ではその僕に最も僕らしい本なのかもしれません。そんな本なので、ぜひ手に取っていただければと思います。東博樹でした。よろしくお願いします。